もう少し持ちこたえるしかない。望むなら BOS のポストはまだ空いているぞ。入ったらどんな楽しみが待っている？お前は我が配下に入ることになる。命令には従ってもらいたい。もう雇われ仕事はなしだ。本物の使命が待っている。高度な軍用兵器の使用及び専用のパワーアーマーを持つことも許可されるだろう。そして何よりもまず BOS がお前を支えていく。命を守るためなら血を、うん、さて答えは。参加できることを光栄に思う。決心がついたようだな。ヘイレン、リース、偵察チームに加わった新しい兵士を紹介しよう。相当に見込みがあるやつだ。適切な導きがあれば最良の同志となるだろう。かっこいい制服が着たかっただけさ。へえ、そう？何か目的意識と理由があっての加入だと思ったのに。へえ、じゃあ残ると決めたわけだ。取るものを取っておさらばかと思ったよ。お互いハグでもして手打ちにするってのはどうだ？好きなだけふざけてろよ、マッチョ野郎。任務の一つや二つこなしたところで俺の心は動かされやしないぜ。リース、もうたくさんだ。好き嫌いに関係なく共に働くことを学んでいくべきだな。そしてお前の方も BOS の一部になるとはどういうことか理解しておく必要がある。我らは金で雇われた兵士ではない。一つの軍隊であり、厳格な倫理規範を命を懸けて守るものである。共にありたいならその心情に一抹の疑念もなく従わねばならないのだぞ。分かっている。素晴らしい。とはいえお前がすぐにでも仕事を始めたがっているのは分かる。単刀直入に要点を言おう。何者であれ私が配下に求めるのは二つ。誠実さと敬意だ。列を崩さず共に歩む。命令を受けたらそれに従う。シンプルな話だ。さて、任務のためにお前をヘイレンとリースに引き渡す前にあと一つだけすべきことが残っている。これよりお前にイニシエイトの位を授けるものとする。まだ訓練段階の位に過ぎないためこれ以上のものを与えることは許されていない。文句はない。素晴らしい。アドビクトリアム、イニシエイト。奴にはそいつの意味さえ分かってないんだよ、ヘイレン。アドビクトリアムとは勝利のためにという意味だ。我々の辞書に敗北という文字があってはならない。なぜなら我々は人類の未来のために戦っているからだ。我らの掛け声はお前のどんな武器より強い。そのことを忘れるな。あとは次の任務のためにヘイレンとリースへの報告を頼む。では解散だ。なあ。いいから、はっきり言え。何を企んでいるんだ？そんなことをする時間はない。ここに残るつもりなら時間を作るんだな。ほら、これだから理解できないんだ。あんたは軍隊っていう感じじゃない。一匹狼だ。だからわからないんだ、あんたがどうしてここに残っているのかがさ。欲しいものも手にしたのにどうして出ていかないんだ？いい質問だ。それがよくわからないんだ。じゃあどっちか選ばないといけない。 BOS につくか敵側につくか、どっちかだ。いいか、ダンスがあんたを信頼してるから多めに見てやる。だが規則に従わずブラザーやシスターを危険にさらすようなことがあればあんたを必ず後悔させてやるからな。ではすぐに任務を開始するか、ヒーローさん。準備はできている。よく聞け。好き嫌いはさておき、我々の最重要任務の一つは連邦にゴミどもを近づけないことだ。つまりミュータント、グール、人造人間、クソ知識人どもがおもちゃで遊び始めた時に生まれたアボミネーションのことだ。この任務はシンプルだ。ターゲットまで送ってやるから、奴らが故郷と呼ぶもの全てを消せ。必要な情報は全てここにある。仕事が済むまで戻るな。ヘイレン、今でもリースに冷たくされているの？
どうして嫌われてるのかな。彼は嫌ってないわよ。リースには BOS の血が流れている。彼の頭の中にあるのはそのことだけ。それが彼の家族であり、彼の人生そのものなの。もし何かが邪魔をしようとしても彼なら払いのけるわ。あなたたち二人の間に何かあるのかい。入隊したばかりの時、面倒を見てくれたのがリースだった。世話をしてもらったし、いろいろなコツを教えてくれた。お互いの間にそれ以上の何かがあるかと思ったから、そういうふうに思っているのか彼に聞いてみたの。そしたら彼はこう言った。 BOS のことしか頭にないってね。彼の人生には他のことが入り込む余地はないってことね。それ以来そのことについては二人とも触れていない。ねえ、その仕事に戻らないと。リースを心配しているなら今やっていることを続けて、そのうち彼も考えを変えるでしょう。最初の任務を受ける覚悟はできた？そもそもスクライブは BOS のために何をしているんだ？パイロットや兵士があらゆる任務を行うために必要なことすべてよ。科学調査、修理、戦術計画、ありとあらゆること、技術的な仕事すべてを行っている。もちろん私はフィールドスクライブだから兵士たちと同じ戦場にいる。だがたまにはトリガーを引くのもいいものよ。いずれにせよこれ以上退屈な説明はしない。任務を開始する用意はいい？迷っている。心配しないで。無理だと思う仕事を頼んだりはしない。ここには仕事がたくさんある。だからあなたのような臨時雇いは歓迎される。ゆっくり準備して、そして出発できるようになったら知らせて。
それこれは開けられない。おい、何がいるの？ここを抱きたいんじゃないかと思って。おい。もちろん。シャツを。あれを調べに行け。了解、キャプテン。行けそうだ。やってみる。はい、どうぞ。なんてことなかったわ。いいね。
すみません。あの場所は掃除しておいた方がいい。終わった。本当か？思ったより使えるやつだな。さあ、ところでパラディンダンスの元に行け。任務があると言っていたぞ。次の任務の準備ができたらいつでも行ってくれ。